これでよしっと。お母さんにはそれだけで十分ね。うん。しょんべん。今いるよ。は？おい待てよ。たく。俺が先だろうが。俺が先だっつうの。俺だ。うるせんなってばよお前ら。急いでんなら外行ってこい。どっか他でやれ。偉そうに指図してんじゃねえ。雑魚。こうやって分からせんのが一番だよな。よし、そこまでだ。トイレぐれゆっくりさせてくれってばよ。カワキ君、口に合わなかった？心配すんな。毒なんて入ってねえぞ。それに俺は花瓶のこと許したわけじゃねえからな。しつけえな。勝手に出歩くなって言ったろ。逃げたりしねえよ。おっと。今日の夕飯、何がいい？何でも言って。聞かれたこともねえし。げ調子悪いね。なんかあった？あいつ、ボルトの家にいるんでしょ？まあまあ、超最悪で、ほんとムカつくってばさ。7代目が見張ってくれてるからいいけど、僕もあの力は危険だと思うよ。あ、いや、そのん、俺が言ったのはそういう意味じゃなくてよ。あいつ俺と同じカーマあるし、気になるつうか。うわ、また外した。解析作業はどうなっている？暗号解読班で進めてるけど、データが未知の技術で暗号化されていてね。そうか。その木の葉を超える技術をカラは持っているということだ。カワキから情報は聞き出せないのか？ああ、まだ何も話しちゃくれね。だからお前は甘いんだ。組織から逃げ出した目的もまだわからねえ。大丈夫だ、今も子守してるってばよ。おかえり。お腹すいたでしょ。ただいま。母ちゃん腹減った。おお、鍋だってばさ。ボルト、ちゃんと手を洗いなさい。食べねえならお前の分も食ってやるよ。あ、うまい。食べんのかよ。お前ら肉ばっかじゃねえか。野菜も食わなきゃダメだぞ。パパもお肉ばっかりだよ。ん、そうか、悪い悪い。たくさんあるからみんなゆっくり食べてね。いろいろ面倒をかけてすまねえな。賑やかになっていいわ。いや、賑やかすぎるってばよ。そうね、早く家に慣れてくれるといいけど。そうだな。この匂い、くそ。おい。ん？これから出かけんだ。勝負の続きなら今度にしてくれよ。お前のカーマ、どこで手に入れた？大筒木桃式ってやつと戦って。本当にカラとは無関係なのか？関係ねえって言ってんだろ。お前の方はどうなんだ？俺は。これは。なんだよこれ、一体何が。残りは3人、もう何人死んだかわからんぞ。やめる理由がどこにある。我々カラには器が必要なのだ。
また失敗だな。私を失望させるなよ。なあ、カワキ。全身に痛みが走り、薄れていく意識の中で、そして目が覚めた時、こいつが刻まれていたんだ。延々と続く地獄のような日々の中で、生きた心地なんてしなかった。取り除きたくないか？取り除くって、そんなことできんのかよ。だから、カーマのことをもっとよく知る必要がある。俺に協力しろ。お前の考えはよくわかったよ。カーマは俺にとっても悩みの種だしな。けどよ、だからってひまわりの花瓶をぶっ壊した言い訳にならねえぞ。どう落とし前つけんだよ。そのことは謝っただろ。へえ、そうかよ。そういうところが気に入らねえんだよ。花瓶なんて何でも同じじゃねえか。花瓶のことは気にすんな。過ぎたことだ。新しいのを探してきてやるよ。ちょっと待てよ。金なんかは持ってねえだろ。まさかお前盗んでくるつもりじゃねえだろうな。それにこっちも火影の力を利用させてもらう。盗むことは否定しろよ。うるせえな。よし。ん？ちょっと付き合え、カワキ。俺が木の葉の里を案内してやるってばよ。